新型コロナウイルス感染症の世界的流行国、地域ごとの新型コロナウイルス感染症流行状況、アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況、台湾における新型コロナウイルス感染症の流行状況、台湾における2019年、コロナウイルス感染症の流行状況では、台湾における新型コロナウイルス感染症の流行状況について述べる。 国内感染のみを示し、海外からの移入及び軍艦での事案は除外している。隔離、治療中は、累計患者数、回復者数、死亡者数。出展、CDC クルーズ船、ダイヤモンドプリンセス号の台湾籍乗客に対する、帰国時の検疫海軍の補給艦、万弱2020年1月20日、武漢市で働く中華民国国籍の55歳女性が、 東円国際空港で入国する際に発熱があると自訴したためすぐに病院で隔離された。21日に感染を確認。同月11日から症状があったという。1月24日、台湾を訪れていた50代の中国人女性と50代の台湾人男性の感染が確認された。1月26日、50代の台湾人女性の 感染が確認された。1月27日、新たに50代の台湾人女性の感染が確認された。患者は2019年10月より武漢市で働き、1月20日に台湾に帰った。武漢市にいた期間に、市場や生きた動物に接触したことがないという。1月28日、22日に武漢市から台湾に観光に来て、 25日に発熱症状があった70代女性2人と台湾で5人目の感染者と共に暮らしていた50代男性の感染が確認された。1月30日、女性1人の感染が確認された。武漢市で働いた台湾人男性の妻である。翌日に夫の感染も確認された。2月4日、武漢からチャーター機で帰った247人のうち、 一人の感染が確認された。2月5日、台湾政府は住民に対して中国への渡航中止を勧告した。2月6日、新たに二人の武漢での居住歴がある台湾人の感染が確認された。同日夜、1月22日から2月1日に香港経由でイタリアに旅行に行ったことがある50代台湾人夫婦。 および1月21日の24日に家族と共にマカオに旅行に行った40代台湾人女性の感染が確認された。2月8日と9日、イタリア旅行から帰国した夫婦の20代息子2人の感染が確認された。2月15日夕方、台湾中部で出国したことがない60代男性が死亡、翌日に感染が確認された。また、 この男性の親族の50代男性の感染も確認された。2月17日、死亡男性の親族である80代女性と30代男性の感染が確認された。2月19日、死亡男性の親族である60歳女性の感染が確認された。2月20日、台湾北部在住の60代女性の感染が確認された。2月21日、 前日に感染が確認された女性の40代娘と20代孫娘の感染が確認された。2月23日、台湾北部在住の80男性とその息子である50代男性の2人の感染が確認された。2月24日、前日に感染が確認された2人の家族である男女2人の感染が確認された。2月25日、 23日と24日に感染が確認された一家のうち、さらなる一人の感染が確認された。2月26日、外国人看護師一人の感染が確認された。2月28日、2月17日から22日に大阪への団体ツアーに参加した、北部在住の30代男性と海外渡航歴のない50代女性の感染が確認された。 2月29日、前日に感染が確認された50代女性が、訪れた台湾北部の病院の看護師3人と、清掃スタッフ1人、エジプトドバイ団体旅行から帰った60代女性の、感染が確認された。3月1日、ダイヤモンドプリンセス号で帰国した70代女性の、感染が確認された。当該患者は、船内で一度陽性反応が出ており、 日本の病院に入院したが25日にウイルスの陰性反応が2回出たので退院し台湾に帰った3月2日感染者の親族である20代女性1人の感染が確認された3月3日感染者と同じ病室だった入院者の親族である50代女性の感染が確認された3月5日国内接触者である50代女性と フィリピン旅行から帰国した30代男性の感染が確認された。3月6日、感染者1人と同じ病室を利用していた50代女性の感染が確認された。3月10日、国内接触者である20代男性とオランダから帰国した30代男性の感染が確認された。3月11日、イギリスから帰国した30代女性の感染が確認された。 3月12日、アイルランドベルギー旅行からトルコ経由で帰国した40代女性の感染が確認された。3月13日、米国から来た友人と国内で会った50代、アメリカ人男性の感染が確認された。3月14日、オーストリアを訪れていた30代オランダ人男性、スイス・フランスへのスキー旅行からトルコ経由で帰国した30代男性、 ミュンヘンとニュルンベルクへの出張から帰国した30代男性の感染が確認された。3月15日、タイと北海道を訪れていた30代男性、エジプト団体旅行に参加した50代男性、トルコ団体旅行に参加した40代男性と70代女性、留学先のスペインから帰国した20代女性、ギリシャへの家族旅行から帰国した10代男性の感染が確認された。 3月16日、イタリア・ギリシャ・ドイツへの旅行から帰国した20代女性、オーストリア・チェコへの団体旅行に参加した50代女性、フィリピンから帰国した60代女性、エジプト団体旅行に参加した50代男性、留学先のスペインから帰国した20代男性、トルコ団体旅行に参加した50代女性と60代男性の感染が確認された。3月17日、 トルコ団体旅行に参加した4人、エジプト団体旅行に参加した60代男性、オーストリアチェコへの団体旅行に参加した70代女性、アイスランドへの旅行から帰国した30代男性、ドイツ旅行から帰国した20代男性、パリへの旅行から帰国した30代女性、チェコとニューヨークを訪れていた60代女性の感染が確認された。3月18日、 海外旅行から帰国した21人と国内接触者2人の感染が確認された。3月19日、エジプト団体旅行に参加した70代男性、アメリカ出張に帰国した50代女性、国内接触者である男子高校生、オーストリア・チェコへの団体旅行に参加した40代男女2人、留学先のフランスとスペインから帰国した20代男性2人、 15日に入国した50代、フランス人男性の感染が確認された。3月20日、海外入国者24人と国内接触者3人の感染が確認された。同日、1人が死亡。3月21日、海外入国者18人の感染が確認された。3月22日、海外入国者13人と国内接触者3人の感染が確認された。 3月23日、海外入国者25人と国内接触者1人の感染が確認された。3月24日、海外入国者20人と国内接触者1人の感染が確認された。3月25日、海外帰国者19人の感染が確認された。3月26日、海外入国者15人と国内接触者2人の感染が確認された。 3月27日、米国から入国した7人、イギリスから入国した6人など、海外帰国者15人の感染が確認された。3月28日、海外入国者14人と国内接触者2人の感染が確認された。3月29日、海外入国者14人と国内接触者1人の感染が確認された。3月30日、 イギリスから帰国した二人、米国から帰国した三人、フィリピンから帰国した一人、国内接触者である10歳未満の男の子の感染が確認された。同日、40代男性ツアーガイドを含む三人の死亡が確認された。3月31日、海外入国者14人と国内接触者二人の感染が確認された。4月20日前後、中華民国海軍の補給艦。 万弱に乗務していた軍人ら27人の感染が確認された。5月2日、セネガルから帰国した夫婦及び日本やオーストラリアを旅行していた海外入国者の3名の感染が確認された。5月3日、万弱乗務の713名全員の検査結果が判明し、新たに4名の感染が確認され数日間続いた、例革新が途絶えた。5月29日、 ロシアから日本経由で帰国した96人の帰国者から1人の感染が確認された。6月15日、2日前にバングラディッシュから帰国した夫婦2人の感染が確認された。6月18日、15日の感染者と同じ便でバングラディッシュから帰国した別の乗客1人の感染が確認された。6月20日に留学先の台湾から日本に帰国し、 検査を受けた日本人女性が25日時点で陽性反応が確認されたが、セックはウイルス遺伝子量から弱陽性と判定、国際通例上の台湾の感染者には含まれないと表明した。感染時期の特定が困難であることと女性の台湾での濃厚接触者123人全員への PCR 検査を実施し、全員が陰性だと判明した。また、 抗体検査も同時に実施し、全員が陰性だと判明した。6月25日、グアテマラからの帰国者から感染者1人を確認。7月2日、メキシコからの帰国者から感染者1人を確認。7月3日、南アフリカ共和国からの帰国者から感染者1人を確認。7月10日、オマーン及び米国から5日に帰国した旅客2名の感染者を確認。 7月16日、フィリピンから14日に帰国した、旅客1名の感染者を確認。7月17日、フィリピンから15日に帰国した、旅客2名の感染者を確認7月19日、香港から17日に帰国した、旅客1名の感染者を確認。7月24日、フィリピンからの帰国者3名の感染を確認7月29日、帰国した。 タイ人労働者が陽性と判明。国内で接触を疑われた189人の PCR 及び抗体検査が陰性と判明。8月1日、グアテマラ及びフィリピンからの帰国者、計6名と長期滞在中のベルギー人、男性1名の感染を確認8月2日、フィリピンからの帰国者1名の感染が新たに確認された。8月4日、2日に、 フィリピンから帰国した旅行者2名の感染を確認。8月5日、前日に台湾からの帰国時に成田空港で検疫を受けた日本人男性の陽性が確認され、国内接触者72人が検査対象になった。8月6日、7月25日に南アフリカ共和国から帰国していた男性1名の感染が新たに判明。8月8日、 6日にフィリピンから帰国した夫婦2名の感染を確認。8月9日、フィリピンから帰国した女性1名の陽性が確認された。8月12日、10日にフィリピンから帰国した男性1名の感染を確認。8月15日、13日にフィリピンから帰国した女性1名の感染を確認。 国内ゼロ感染記録の途絶4月中旬以来8ヶ月以上253日にわたって国内症例ゼロが続いていたが12月下旬にその記録は途絶えた感染者との接触歴を隠したまま外出を続けて同僚2人に感染させたエバー航空のニュージーランド赤パイロットは電線病房地方第43条違反を問われ罰金刑となったほか解雇された 雇用主のエバー航空にも罰金が課されている。パイロットの隔離期間短縮を発端とするクラスターが風俗店で発生し、感染が拡大する。2月4日、前年末に親族を訪ねるために入国し、隔離期間中に発症したイギリス席の70代男性の死亡が確認され、イギリス型変異株での初の死亡例となった。5月15日、 1>, 1日に180人の国内感染が確認された5月16日、新たに206人の国内感染が確認された。5月17日、新たに333人の国内感染が確認された。2020年2月29日、初の院内感染事例が発生し、3月10日にもその接触者の感染が確認された。 衛生福利部東園委員衛生福利部東園委員、桃園委員では2月19日に再開の式典が行われ、東園市長帝文散のほか、陳時中や蘇佐田正などの閣僚も参列。2021年1月12日、投園市桃園区にある衛生福利部東園委員の医師が患者の治療行為を行い自身も感染。COVID-19 における初の医師感染例となった。 この医師を介して、院内職員、入院患者、見舞客に至るまで、累計15人の院内、市中感染が発生した。当院委員に出入りしていた、医療関係者、患者、業者とその家族、陽性者との接触で検査と、自主隔離は3908人に上った。この余波で、統一庁所や全家便利商店、来市かみなどのコンビニ各社も桃園市内の、 全店舗で店内のイートインスペースを閉鎖した。中央流行駅常識中心は、当園院内に常駐する全身指揮所を設置し、その指揮官に王秘書を任命した。院内で接触のなかった、あるいは短時間の接触のあった入院患者220人に対して、別の病院の隔離病棟へ転院措置が取られた。1月30日、 症例863患者の家族から新たに3人の陽性者が発覚し、うち1人は国内8例目の死亡者となった。症例889患者の接触者242人は追加で自宅隔離となった。2月5日、症例839の女性親族が2月に陽性となったことが発表された。 ただしこの女性は1月12日から自宅で自主隔離していたこと、及び CT 値も32とウイルス活動終末期であるため市中感染への影響は警備として、当園委員での清司令計画の変更はないとしている。2月7日、セックは清司令計画において4351人全員の PCR 検査が陰性だったことから、医療関係者及び、 患者の IC 健康保険証への自主健康管理記録も7日午前0時をもって取り消したこと及び院内に設置していた全身指揮所も閉鎖することを発表し事実上の収束宣言となった2月9日、症例863の看護師の同居家族で前月19日から自宅隔離しその間5度の検査で陰性だった女性が隔離明けの7日に発熱 外出申請に伴い実施した6度目の検査で陽性反応となった。院内の消毒作業後、2月19日より診療を再開した背景色赤、実践は院内及び職場接触、背景色青、点線は市中での感染を示す。の症例889人目の患者は、当院委員入院時の検査では陰性で、市内平ンクの別の医療施設へ定員後の 検査時に陽性が発覚した。この転院先に通院していた台湾鉄路管理局の女性列車長も隔離対象となったほか、大鉄の職員100名も7日間の自主健康管理となった。中央流行駅常識中心で行政福音長鎮その進むとセック指揮官、鎮時中に同席した総統、蔡英文英国、BBC の遠隔インタビューを受ける。 副総統の陳建人台湾政府は早い段階で新型コロナウイルスが人から人へ感染することの可能性について把握し2019年12月31日の時点で風雨に紹介していたものの台湾は非加盟だったことから共有されなかった2020年4月この件を米国政府から非難された風雨は台湾の指摘の文言を否定していたが 台湾政府は前年末の送信した電子メールの内容を公開、風に反論した。2020年1月2日の段階で CDC は専門家会議を招集。12日には CDC が早くも、商銀、清志及び貿易医師の交差とし南ら専門家2名を武漢入りさせ、2日間にわたる現地調査の結果。 サーズに似た新型ウイルスが流行していることや人から、人への感染がありうるという確証を得たことで、その後の素早い防疫体制構築に結びついた。台湾政府政権中枢にはもともと医療従事者が多く、2003年のサーズ流行時に衛生所所長を務めるなど公衆衛生の専門家でもある、中華民国副総統の陳建人や行政院副委員長の陳その進村が、 中央流行駅常識中心で指揮官を務める衛星福利部部長の陳自中を広報支援している。陳その進むが省庁を横断する調整に奔走し、工場自動化の専門家でもある経済部部長陳坂越により1ヶ月弱でマスクの国内での大量生産を実現した。また、流通面でも蔡英文が就任直後から IT 担当閣僚として抜擢していた。 民間人の党を取りによるマスク点灯在庫のオンライン可視化により非感染の市民の不便を極力減らすように努めたことなども合わせて中国政府が実態を公表する前後から比較的迅速な初動で被害拡大防止と混乱の最小化を推進している2003年の SARS 時も含めて長らく風参化を閉ざされてきたがグローバル規模での感染拡大や 日米欧各国による風への参加働きかけを受けて、2020年2月、中旬からオブザーバーという形ではあるが、専門家会合への参加が実現している。2月2日、中華民国外交部部長のごつと無償は、台湾を中華人民共和国の一部とみなすことでイタリアとベトナムに台湾との航空便を停止させたとして、風に抗議した。また、中央感染症センターは、 高校生以下の冬休みを当初予定されていた11日から25日に延長することを発表した。2月4日、香港のクルーズ船運営会社、ドリームクルーズは所属のクルーズ船、ワールドドリームが高尾港に入港するも乗客の下船が認められなかったため、すでに香港に開港したと公表した。1月19日から24日に、 当該クルーズ船を利用した中国人3人が帰国後2月3日に感染が確認されたため台湾当局は下船許可を下さなかった2月6日台湾政府は中国人の入居を全面禁止としたまた各国地域を運航するクルーズ船の寄港も禁じた衛生福利部についてはマスク中華郵政のマスク配送業務を視察した相当 蔡英文と交通部長、林慶竜1月24日、台湾政府は1ヶ月間、フェイスマスクの輸出を一時的に禁止することを発表した。6月30日、実名制を年末まで延長することを発表した。国内でのマスク生産能力は3月前半に、日産1000万枚に、4月6日に、日産1500万枚に、4月下旬には、日産1700万枚に、 到達5月中2900万枚を目指している。経済部は5月17日、国民用の備蓄が累計1億枚に、生産量も直近で日産2000万枚に達したため輸出解禁の見通しを初めて示した。2020年8月、包帯した米保健副市長官アレックス・アザーは台湾製マスク製造装置の米国輸出について期待感を表明した。 2月3日より政府はマスク配給制度を導入し国民に国民健康保険証の提示を義務付けた。また外国人登録証明書の所持者や有効な入国許可を持つ者にもこの制度が与えられた。奇数番号の身分証明書を持つ者は月曜日、水曜日、金曜日にマスクを購入することが許可され、偶数番号の身分証明書を持つ者は火曜日、 木曜日、土曜日にマスクを購入することが許可された。なお、日曜日は誰でもマスクを購入することができる。大人は1回につき2枚、子供は4枚を購入することが許可されていたが、最後の購入から最低7日が経過しなければ、購入することができないという制限があった。13歳未満の子供の制限は2月27日に取り消された。3月5日、 成人は一周月3枚のマスクを購入することが許可され、子供の割り当ては5枚に引き上げられた。3月12日、成人用マスクはオンライン注文が可能となった。子供用は4月15日から可能となるが、同23日からは購入可能な保険証を16歳以下のものに制限する。4月9日、1人当たりのマスク購入制限を 成人は2週間に9枚、及び曜日ごとの購入制限を緩和。4月22日より、大手コンビニ4社でのマルチメディア端末での予約、レジで支払い後日店舗受け取りを可能とした。4月27日、マスク増産により海外支援の余裕が生じたため、一般市民からの海外への寄贈申し込みをアプリで可能とした。 中華民国経済部が2020年3月4日から同月末まで体温計の輸出規制を実施。5月1日よりエタノール及び市販消毒液の輸出規制を実施。ワクチン調達欧州各国で自国民のワクチンを確保しようと域外への禁輸措置を打ち出すなど国の規模的に不利な状況に置かれていたが2021年には 世界的に不足が続く謝罪用半導体市場で、大手 TSMC を要する台湾に注目が集まるなど、こ着していた交渉に進展が見られた2021年2月、ドイツのビオンテックとの交渉は、中国の圧力により頓挫したと発表した直後、BNT 社は一点供給の意向を表明した。中国政府側は、国務院台湾事務弁公室がこれを否認する、声明を出している。 中国製のワクチン調達については臨床試験の情報が共有されていないとして明確に否認している。高端駅内は自社製コロナワクチンの量産を2021年5月末に開始すると発表した感染者の急増に伴い国内のワクチンが不足していたことから日本国政府は薬事承認されたものの当面は国内で公的接種に使用しないアストラゼネカ製。 ワクチン124万回分を台湾へ無償提供することとなった。過去に東日本大震災での義援金や新型コロナウイルス流行当初のマスク不足の際に提供された医療用マスクなど国内の災害時の支援への返礼とされる。2021年6月4日、ワクチンは成田空港から空路で直接搬送され、同日午後に 東園国際空港に到着した。蔡英文総統は、ワクチンの到着後にオンラインで談話を発表し、日本に謝意を示した。また、アメリカ合衆国もコバックスを通じて75万回分のワクチンを提供することを表明している。台湾では、2020年3月14日、現在、ヨーロッパのほとんどの国から台湾に帰国した者、及び中国、香港、マカオ、 ドバイを経由して移住した者は、14日間自宅で、検疫する必要がある。3月17日現在、この国で、許可されている、外国人、つまり、外国人登録証明書を保持している、または緊急の外交、ビジネス、または、その他の特別な任務にある者は、公的検疫センターの部屋を借りることができる。中華民国交通部は4月1日より違反者への、 罰則を伴う国内公共交通機関でのマスク着用を義務化を開始各交通機関で順次導入される。空間内での社会的距離を保つことが難しいダンスホールや従業員が客元で接待する形式のバーなどに対し4月9日より営業停止の措置を開始した。タ中止や高尾市では営業を認める代わりに KTV、サウナ、通常のバー、 ゲームセンターなどライトライフの8業種を対象に入場時の検温及び身分証と連絡先を開示させる実名性を採用した。台湾は新型コロナウイルスの流行により旅行についてレベル3の警告を世界中のすべての国や地域に出している。1月24日、観光当局は中国への観光ツアーを当面停止する要旅行会社に通知した。 台湾当局は2020年2月から中国への旅行を一時停止した。禁止期間は4月まで延長され、香港とマカオにまで拡大された。台湾は台湾の台湾のすべての港へのクルーズ船の入港を禁止することも発表した。2020年2月23日、台湾は病院で働いている重要内視がレベル3の旅行の警告のもとに置かれた地域に、 旅行することを禁止した。その制度は6月30日まで実施される。3月16日、7月まで中等教育学校以下の教師と生徒が海外旅行を禁止されたと発表した。3月19日以降、外国人は台湾への入国が禁止された。ただし、有効な外国人住民証明書、外交証明書、または その他の公式文書及び特別許可を保持するものなどは例外。3月4日より、東園、高尾両空港から入国する利用者のうち、レベル3国家からの渡航者には、公共交通機関ではなく貿易タクシーでの移動に制限し、11日からは公共交通を利用した違反該当者に対する罰金を10万入台湾ドルから100万入台湾ドルへ引き上げている。 国内の各学校は1月末の旧正月休みを延長する形で休校期間を2月下旬まで拡大したが、登校時の検温や各学校へのマスクや消毒液の配布などの対策を講じ、感染者が出た場合の学級閉鎖基準を設けた上で、高校以下の公立学校は2月25日より授業を一律で再開した。 休校期間延長中は12歳以下の校を持つ保護者が貿易介護休暇を最大2週間取得できる養業生員労働部による救済措置が実施されていた。2021年2月3日、教育部長のハンフミタダはセックでの会見で校内消毒期間を確保すべく、高校以下の学校で新学期開始を4日延期することを発表した。6月が 学期末となる大学でも夏休み開始と、入学試験が7月3日以降となる。観客入場初日となった富国ガーディアンズと統一、ライオンズの試合進行3倍券4月26日に、国内新規感染者ゼロの日が14日間連続となり、緩和の可能性を示唆したものの科学的な検知に基づいて実施すると述べるにとどまった。 国内感染ゼロが26日目となった5月7日、営業規制が続いているバーやダンスホールについては、座席にパーティションを設けるなど施設内での車高距離の確保、マスク着用と入店時の体温測定、店内で消毒、洗面施設完備、実名制、消防安全検査及び建築物の安全検査に合格していることの4つの前提条件と、事業者及び 地方政府の管理能力を判断した上で、屋内100人、屋外500人の上限を緩和する方針を公表した。5月8日に上限1000人で観客入場を解禁した中華食房を無事に終えた。セック指揮官の陳時中も2000人への拡大を示唆し、15日からは上限の2000人への拡大、スタジアム内飲食解禁、家族同士であれば車高距離の緩和などが実施された。 国内感染ゼロが27日目となった5月9日、セックの長のボルアツ氏は、ウイルスの潜伏期間とされる14日の倍の日数である連続28日間国内の市中感染者ゼロが続く場合、かなり安全との認識を示した。6月7日、ウイルスの潜伏期間とされる14日の4倍の日数である連続56日間国内の市中感染者ゼロが、 続いたことで、各交通機関では、入場時のマスク着用と検温義務を維持したものの、入場後については、車高距離を維持していればマスク不着用も可能となり、大鉄や高鉄での車内飲食が条件付きで解禁された。また、屋外1メートル、屋内1.5メートルの車高距離維持が確保できれば、野球などのイベントでも人数制限が撤廃された。 2020年12月下旬に発生した8ヶ月ぶりの国内症例の影響で、台南市で予定されていた人気ロックバンド5月展の年始ライブは延期となった。2021年1月に、桃園市で発生した院内クラスターの影響による感染拡大により、2月に新築市で予定されていた春節期間中の恒例イベント、台湾ランタンフェスティバルは中止された。 台湾からの国外渡航台湾への入国2020年7月、短期旅行者などの滞在可能期間を一律30日延長する5度目の措置を実施。居留証を所持する在宅外国人に対する陰性証明書提示義務が7月4日より不要となった。2020年8月5日、行政院教育部は日本を含む中低リスク国19カ国かつ2019学年度、 卒業予定に限られていた入居許可を中国籍を除く全国家の正規在学生、新入生を対象にすると発表した。入国時には陰性証明が要求されるが出発国の医療体制などを考慮し3日前から3営業日以内へと緩和された。世界保健機関と台湾政府の対立は単に台湾の参加加費だけではなく、 中国寄りの姿勢を指摘される風の対応が原因で貿易実務にも及ぶようになった。以下両者の言動を時系列で示す。この項目では知名度のあるクラスター発生や出来事、政府の行動などを記述する航空乗務員の隔離期間は強制隔離5日と自宅待機による自主隔離9日であったが後に強制隔離3日、自主隔離11日へと短縮された。 短縮後航空乗務員からの市中感染が発生、感染が抑えられていた台湾で急激に感染が拡大することとなった。この短縮の経緯となる議事録などを野党国民党がどもとめたが、与党民進党と広島緑連盟の台湾寄進より否決された。2020年は世界各国でコロナ禍によるマイナス成長を記録しているが、初動での封じ込めに、 ほぼ成功した台湾では2021年1月末に行政院主計総書は前年の経済成長率は第4四半期が4.94%、数年で2.98%になるとの見通しを示した。ありがとうございます。